リサちゃん卒業しちゃったということで、桜日向太田のレイマルでございます。桜坂46の渡辺リサ卒業コンサートの現地参戦 Vlog となっておりますので、ぜひね最後までご視聴よろしくお願いいたします。それでは行ってきましょう。ということで、新大阪駅に行ってきました。今からね切符を買いまして、東京に向かいたいなと思います。本日はねリサの卒コン2日目、レイマルは現地参戦しますので楽しみ、前日配信で、いろいろねセットリストとか、映像とか見たんですけど、現地参戦ありがたいことにできるということで、それのね様子、現地の様子だったりとかを動画としてまとめるので、ぜひ最後までねご視聴よろしくお願いいたします。それでは行ってきます。今品川駅に着きました。南海品川駅に来ても慣れないですね。どこが乗り換えか分かんない。品川駅ってなんかいつもニュースとかでやるところね、めちゃめちゃ人が多いイメージがあるけど、とりあえず山手線にね、こちらの山手線に乗り換えたいなと思います。渋谷に向かいたいなと思います。さてさて、渋谷駅に着きまして、まずはね、渋谷の渡辺リサの卒業パネル、メモリアルブックのパネルにやってきました。まあね、そちらフラッと入りまして、リサとツーショット撮りまして、スターバックス。僕はね、もうスタバと言ったらね、チャイティーラテ一択なんですよ。フラペチーノも大好きやし、いろいろ大好きなんですけども、チャイティーラテ一択です。ね、二日目のセットリストどうなるかな。一日目は、二人セゾンとか、鉄菜とか制服の太陽とかやったから、あそこの部分変わるのかなーなんて思ってるけど、ザーキヤキの曲っぽいの行くのか、はたまたリサの好きな楽曲プレイリストの中にバスルームトラベルとかあるから、そこら辺入ってなんか特別披露みたいなあるのかなって思ったりとか、どうなんだろう、めっちゃ楽しみってな感じでね、一人でセトリ予想を喋りながら、チャイティーラテを飲みながら、代々木公園の方に、テクテクと向かっております。渋谷からね、原宿、一駅なので、駅舎をね、歩いてきました。で、会場ね、目の前着きました。まもなく会場着きそうでございます。代々木は、あんまり来たことないと、初めてかな、この会場のライブ。僕が参戦するのは、初ライブ会場。初めてのライブ会場ということで。ということで、抽選会にやっておきました。リサ、5枚当たるねって。抽選会に参加するか。参加賞、残念じゃん、参加賞やった。残念。朝早かったっていうのもあるし、ファンクラブ抽選の方はスムーズにね、受け取りすることができました。前回がね、現地参戦が日向の東京ドーム公演やったから、それに比べたらね、キャパの大きさも違かったので、全然ね、余裕を持ってファンクラブ抽選することできました。参加賞とステッカーをもらいました。お花があったり、めちゃめちゃ天気いいねんけど。めちゃめちゃ天気いいんですけど、やばくない？めっちゃ天気やばということで、今からイオンカードブースの方に行こうかなと思っております。めっちゃ天気いいねんけど、やば。なんか昨日は雨降ってたらみたいで、今日はもうめちゃめちゃ快晴でやばいわ、めっちゃ気持ちいい。もともとね、桜坂、欅時代からもそうやけど、女性ファン、男性ファンの比率って、だいたい55か64ぐらいなんですよね。比較的女性が多いんですけど、今日はね、リサっていうこともあって、めちゃめちゃ女性ファンの方いてね、嬉しかったですね。人は、多いね。めっちゃ、めちゃめちゃ天気いいんですけど。めちゃめちゃ天気いいねんけど、当日物販はね、並ばないんで。イオンカードブースエリアに行こうかなと。
でね、リサの卒コンパネル、看板の前で写真撮り終わって、イオンカードブースの方に来ました。でね、イオンカードブースで驚きのお知らせというか、旗がありましてですね、ちょっとびっくりなんですけど、こちら、イオンカード会場限定コンサート開催ということで、ちょっとこちらの詳細ね、気になりますね。なんかリサのやつと、ランダムが選べて、まあ、リサのやつ欲しいつつも、あえてランダムにしました。あえてランダムで。おお、かわいい。キラちゃん当たりました。やばい、時間を持て余してしまった。いや、もう会場局に絶対早い方がよかった。ミスったな。13時まであと2時間中暇潰さなあかんわ。手に取ってもらおうっと。いや、いいよね、青のシメンタール。めちゃめちゃ欲しい。ということで、今リスナーに一人目ですね、遭遇して写真撮ってもらいました。やったね。ということで、どうしよう、マジで暇なんですけど、ちょっと待って。先に受け取りしとけばよかったな。クレープを買ってしまった。普通に日焼けしそうで怖いんですけど。いや、もう初期リサを締めタオルとかもおるやん。あちょうど今そのお疲れ様です。5セットか、5セットと、あ、5いったんすか。5、8、10、4000円か、と T シャツ、カラー T シャツとーとか、カラーか、あれ絵柄一緒なんでどれか1個に絞ろうって言って、はい、カラー T シャツにして、あとシールとラバーバンドで1万1000円かぐらいですね。いや、まさかのあのアンコール絶対行くと思った。そうそうです。ザッツ・ザ・ウェイが聞ける世界線があるのかと思いながら、昨日現地、はいはいはい、中に入った人と喋ったんですけど、はいはいはい、いや、マジで静かだったんですよ。で、ただ、はい、最後の風に吹かれたの時だけ、うん、やばい、うおーって。いや、そこだけやっぱね、まあ、それは多少はもうしゃあないでしょ。いや、でもそれはしゃあないというか、誰もが桜坂の歌が来る配信見てて思ってたよ。まさかの、ザッツザウェイ。桜歌か欅歌どっちかなんかな、みたいなね。ザッツザウェイで終わる桜坂。いや、ない。マジで。桜坂46で風に吹かれてもあるの。いや、今日もだいぶ楽しみ。いや、どうなりますかね、セットリスト。っていう感じでね、セットリ予想とかね、しながらグッズ受け取りました。レイマルはこの日グッズ買ったのが1万1000円で、グッズのね、紹介とかは前回のこちらの動画で、公開しているので、ぜひね、そちらの動画、見てくれたら嬉しいなと思います。で、グッズ受け取った後はちょっと時間があったので、リスナーさんとお会いする時間作ったりとかしてました。いや、プレゼントとかね、生写真、風ちゃんの生写真とか、くれた方ありがとうございました。本当に嬉しい限りでございます。でね、なんか、こういうのもね、2、3回目だったので、知ってる、顔知ってるよっていうリスナーの方とか、名前ちょっと覚えてたよっていう方もいてね、レイマル自身もちょっと嬉しかったです。今からね、パネルの、そう、リサの写真、じゃメモリアルリサか、パネル巡りで渋谷に来ております。ちょっとね、空き時間に、あと1時間半ぐらいあるので、せっかく記念やからね、パネル巡りします。ライブまでね、1時間半ぐらい余ってたので、私物タ、タワレコ、HMV と、巡って来ました。まずは私物タですね。まあ、レイマル午前中来てたんですけど、もう一度来ました。いや、サインもめちゃめちゃ綺麗ですね。で、リサ推し、アポさんがリサ推しなので、テンション上がっておりましたね。続きましては、HMV に来ました。限定発売なんですけど、まだあるやん。ああ、もうこの顔ですよ。かわいすぎる。そして HMV は北海道編ということで、北海道のパネルが並んでおりました。ペンギンとリサとか最高じゃないですか。うん、いやー、なんかリサの顔やばいよねやばいよねとしか言ってないけど。で、続きましてタワレコに来ましてですね、タワレコは確か沖縄編やったかな。うん、沖縄編ということで、ね、夏リサ
いや、歯磨きしてるリサとかも超可愛くないですか。お気に入りですね。てか、まあ、全、リサ推しの方は多分ね、お気に入りだと思うんですけど。で、リサもね、キャップ似合うからね、本当にキャップリサもすごく可愛いということで、本当に。もう、可愛すぎて辛いですね、本当に。いや、でもやっぱ、こういうね、卒業コンサートの日に、まあ、メモリアルブックがちゃんとね、発売されてて、こういうパネル巡りできるのはすごいね、オタ活としても嬉しいし、ファンの人にとっても嬉しいね、展開じゃなんないかなと思います。ちょっとね、カミカミですが。会場戻ってきました。戻ってきました。あと1時間後そう。ですね。にスタート。スタート。やばい。やばい、終わりが近づいてきた。やばい、やばい、マジで。いやけど楽しみ、いやけど楽しみ、ジレンマ、泣きながらの笑顔みたいなね。今からね、入場、今の時刻が16時20分ぐらいなので、今からね、入場します。リサの最後をね、現地で見届けれる幸せを感じながら、まあ、しっかりとね、動画にも残せたらなと思います。それでは行ってきます。ライブ終わりました。いやー、泣きましたね。おー、私が、お疲れ様です。やばかった。イエスさん、皆さん合流。イエス、イエス、イエスさん、イエス、イエスさん、お疲れ様です。そぶってないでしょ、絶対。いや、でもめっちゃ良かったライブ、めっちゃ良かった。最後、アムちゃんも泣いたの。俺だ、負けた、負けた。アムちゃんでもう一気にもう蛇口キュッて止まってたのに。あ、逆にこう、ボデちゃんがちょっと引きで見てんのも、あ、やっぱ距離感というか、その一番近かった子だからなのかなとかもあったりしたし。ここから生ビール飲めるんでしょ。やばいよね、死ねますわ。やばいよね、生よ。やべえ、やばい。そうそうそう、この後ね、3人で、ご飯食べに行くので、ちょっとね、お酒にテンション上がりながら感想を喋ってます。ジレンマ最強やったな。ジレンマ最強、マジでやばかったね。草が泣いてたもん。泣いてた。いや、もうラストサビはもう本当に良かったわ。ジレンマでもやっぱ発散したもんな、なんか咲いたもん、なんか。まあ、いろいろね、改めて落ち着いたらセットリストの感想動画とかも上げたいなと思ってるんですけど、とりあえずひとまずジレンマね、もう最後のジレンマ今すぐのも、ここになんかもう全部思い出が凝縮されてるというか、やっぱあのシーンはね、なんかこう僕の目にも焼き付いてるし、皆さんの目にも焼き付いてると思うし、いや、なんかすっごい力のこもったパフォーマンスだったなって思ってる。やし、全員披露やしね。いや、また感想動画を喋りたいということで、鳥貴族に着きました。リサの卒業を祝しまして乾杯。いや、マジで、ライブ終わりのオタク同士の酒はうますぎるんよ、マジで。本当に、うますぎる。本当に楽しかったね。でね、めちゃめちゃ感想動画とか喋りながら、オタクトークしながら、お酒とね、おつまみを、飲み食べ、するというね、いやー、最高の時間。これ含めてオタ活はやっぱり楽しいよね、もう総合的に。メモルはね、大学の友達にも、桜坂日向坂好きなね、友達がいるんですけども、いや、でも YouTube 活動しなかったら、それ以上輪が広がったりとかはしなかったし、YouTube してたから、まあ今ね、一緒にお酒飲んでる、ことにもなってるし、もちろんリスナーとも会えてなかったので、オタ活がもっと楽しくなってるので、今本当に、すごいね、皆さんには本当に YouTube 見てくれてる方、Twitter 見てくれてる方、本当に感謝ですね。で、こうやってね、YouTube 仲間もできて、すごい嬉しい所存でございます。いや、マジでお酒うまかったです。ごちそうさまでした。そう、ということでね、アポーさんとスーさん、配信仲間で、ご飯食っててんけど、ちょっとね、バスの時間、夜行バスの時間ギリギリやから、ちょっと走ります。あと7分ぐらいで出発するねんけど、やばい。ちょっと走るわ。やばいやばい。まあまあまあ、ちょっとね、バスの時間ギリギリやったんですけど、無事ね、バス停、乗り場に、着きまして、帰ることが、できそうです。本当に、
お酒美味しかった今思い出してもお酒美味しかった。いやー楽しいね、毎回ね現地参戦でこういうことできたらいいなとすごい思っております。いや本当にリサの卒業の寂しさをかみしめながら今からね東京から大阪に帰ろうとしております。